とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はリンクの装備、すべての隠し刻印を見ていこうと思います。すべての装備になるとリンクはすごく多くなるので、今日は体験です。体験の隠し刻印すべて見ていきましょう。それでは早速行ってみましょう。それではまずはこの武器、キコリの斧。一つ目が攻撃速度 4% アップ。もう一つがダッシュ攻撃のダメージ 17% アップ。ダッシュ攻撃いいんだけども、体験ではそんなに使わないね。次はこの武器、旅人の両手剣。一つ目が通常攻撃ダメージ 8% アップ。2つ目、状態異常の敵へのダメージ 17% アップ。状態異常のダメージアップはすごくいいスキルなんだけども、体験にはちょっと必要ないかな。ボコバット。1つ目が魔物素材が 6% で追加ドロップ。2つ目、強攻撃のダメージ 7% アップ。強攻撃のダメージアップはなかなか体験に合ってるけども、攻撃力の高いボコバットって見たことないんだよね。次はトゲボコバットですね。1つ目、魔物素材が 11% で追加ドロップ。2つ目、回復アイテムドロップ率 22% アップ。さあ次に行きましょう。畑のクワ。1つ目が草からの素材アイテムドロップ率 17% アップ。2つ目、戦闘で獲得経験値 11% アップ。これって草からのドロップ率アップを残り4つにつければなかなか使える装備になるんじゃないの？なんかちょっと期待しちゃう。続いてガーディアンアクスプラスプラス。1つ目、古代素材が 15% で追加ドロップ。2つ目、状態異常にならない。状態異常にならないっていうスキルはすごくいいですよ。続いて、達人の斧。1つ目、攻撃範囲 7% アップ。2つ目、通常攻撃ダメージ 7% アップ。なんか微妙だけど無難なやつが2つついてるね。トゲモリブリンバット。1つ目、攻撃範囲 8% アップ。2つ目、攻撃速度 5% アップ。なんか体験ってこう無難なやつが2つつくことって多いよね。次はこの武器、獣王の体験。1つ目、通常攻撃の最後がクリティカル攻撃になる。2つ目、敵を倒した時にハートが一部回復。2つともね、ユニークスキルなんだけども微妙。まず通常攻撃最後がクリティカルになる、大振りな体験にはそんなに向いてないっていうのと、2つ目の敵を倒した時にハートが回復、雑魚戦ではいいけどボス戦では全く機能しないのでおすすめはしないね。続いての装備いきましょう。斬新の太刀。1つ目、ダッシュ攻撃のダメージが 17% アップ。2つ目、ハート 30% 以下時ダメージ 20% アップ。 30% 以下のダメージアップは強いんだけども、これだけねリスキーなんだからもうちょっとダメージ上がってほしいなっていうのがあるね。龍骨ボコバット。1つ目、魔物素材が 17% で追加ドロップ。2つ目、着地時 10% で衝撃波が発生。衝撃波が発生するの強いんだけども 10% は低すぎる。風切り刀。1つ目、攻撃範囲 13% アップ。2つ目、売却すると売値アップ。なぜ売却すると売値アップがついてる？
全然いらない。この武器ちょっと期待してたのに。無心の体験。1つ目、強攻撃のダメージ 7% アップ。2つ目、敵からのダメージ 5% 減少。ダメージ減少いいんだけど 5% は微妙すぎる。この絵の両手剣。1つ目、ハート 30% 以下の時にダメージ 20% アップ。2つ目、通常攻撃の最後がクリティカル攻撃になる。最後がクリティカル攻撃になるのは微妙。でも、このハート 30% 以下のダメージアップ、この絵はもともと攻撃力が高いので、まあ使えるかな。残りの4つを同じくダメージアップにしてしまうと倍のダメージになるのか。悪くはないけども、どうなんでしょうね。そして最後の武器だね。重心の体験。1つ目、注目中の敵へのダメージ 11% アップ。2つ目、与えたダメージを一部吸収しハートを回復。これはもう最高だね。注目中の敵のダメージが 11% アップするボス戦に最適で、与えたダメージを一部吸収して回復。敵を倒して回復するのじゃないので、ボスでも若干回復するんで、だいぶいいですよ。はい、ということで今日はリンクの武器両手剣の隠された刻印を紹介してみました。いくつか入ってない武器があるかもしれないけども、だいたいこのぐらいです。一番強いのは間違いなく重心の体験。それ以外はこの絵はあってもいいけどいらないかな。はい、ということで今日は体験の隠された刻印でした。他のね、武器の刻印も出してますので、そっちもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。